M1129 ストライカー MC はアメリカ陸軍のストライカー旅団で運用される双輪式自走迫撃砲である。イスラエルのソルタムシステムズ製ソルタム K620mm 迫撃砲のアメリカ軍仕様の車載型である M121 120mm 迫撃砲を搭載している。スイス、モワク社によって開発された。 ピラーニア3をベースにゼネラルダイナミクスランドシステムズ、カナダが製造している、ストライカー走行車シリーズの車種である。M1129 は、ストライカー MCVB とも呼称される。M1129 に先立って開発された MCVA では、ストライカーのサスペンションで、発射の反動を吸収するのが困難であることから、搭載した 120mm 迫撃砲を使用する。 際には車外に降ろす必要があった。MCVP では、迫撃砲本体と同じく、ソルタムシステムズ社で開発された、迫撃砲リコイルシステムであるカーダムを搭載したことにより、120mm 迫撃砲を車内に搭載した状態で使用可能となった。また、この迫撃砲は、砲身内にアダプターを挿入することで、81mm 迫撃砲弾を、 使用することも可能である。M1129 は、ストライカー旅団戦闘団の機動風評代隊及び、ルスタ代隊で運用される。代隊レベルで運用される車両には、車内に搭載した M121-120mm 迫撃砲の、他に M252-81mm 迫撃砲を、牽引して運用されることもある。同様に、中隊レベルで運用される車両は、 M22460mm 迫撃砲を牽引する場合がある。また、ルスタ代替に配備される車両は、車載 120mm 迫撃砲のみを運用する。M1129 は、各不評代替に10両ずつ、ルスタ代替には6両ずつ配備される。副部装として、M240 バイト 7.62mm 機関銃を、車体上の重火に装備可能である。 この重火は通常のマニュアル操作タイプで M1126 や M1132 装備されているリモコン式の M151 プロテクター RWS ではない。M1129 は2005年に第172ストライカー旅団戦闘団に配備され、同年8月に同部隊によりイラクに持ち込まれて運用された。ありがとうございます。